改めてテイク2でライブ配信、9月19日木曜日、磯見利平のライブ配信を開始いたしました。それでですね、今日は何をデザインしましょうというすぐ出てくる、これもいろいろとこう見ることができるテンプレって、これはもうそれだけでわかりますよね。テンプレートちょっと私の顔邪魔ですね。ちょっとこれをこうしとかないとダメですね。そうですね、キャンバーの画面を説明しています。日本一周の旅に出ました。こういうのもイメージをかきたてるものですよね。やってみようというようなことで、写真コラージュ、写真もこういう感じでこう並べられるんですよね。多分このテンプレートをこういろいろとこうこの線に沿ってアレンジができるということなんですね。これは面白い、やってみましょうか。そうするとこうなるわけですよね。ここのところに多分アップロードするんだと思いますよ、このこれを。そして例えばですけれども、これを選んだとして、ここにこう持ってくるとここに入る、これを選んで、これアップロードされたやつですからね、こういう感じですね。それからこれも1、これはここにしておきましょうか。こういう感じ。そしてこのスペインからの友達をここにすると。そしてこれを一回クリックするとここ近に現れるんですね。こうですね。それで形のこういう感じ。これをずらすことができるのかな？これは多分何かしらやり方があると思いますね。そしてですね、日光の思い出ということなんで、これがこう来て、ここだね。これをここに持ってきましょうか。こういう感じで。これをこっち側にすると、こういう感じになるのかな。まあ、ちょっとイレギュラーですけど、4人、こう来て、これを、こんな感じで行きましょうかね。例えばこれをこうやって、こうでもいいわけですね。これがいいですね。こういう感じでコラージュを作れると。こういう感じ。いいじゃないですか。これでダウンロードするということであれば、例えば、あと日光ですね。テキスト、ここに東照宮ってありますけれど、見出しを追加、どこですかね。で、日光、これはこっちかな。こう、東照宮があるね。の思い出と。いうようなことで、この文字をアレンジして、これを赤にすると、こういう感じになりますね。で、ボールド、これは状態に変えるのはテキスト、ここのところで何かしらありますかね。エフェクト、これですね。これでチェックポイント、こういうのも面白いですね。ちょっと漫画チックなものですよね。それでこれを選んで、こういう感じでちょっと小さくする、これはいいね。いや、写真のコラージュを考えるんだあるならば、これはキャンバの方がいいですよ。これは無料でも使えると思いますからね。で、フォントがこう簡単に選べられると。これでアウトラインはつけられるのかな？アウトラインをつける。アウトラインをつけるには、ボールド、アニメート。アニメートも簡単にできるんだよね。こういう感じでね。これは面白いよね。配置。ここにありましたかね？カスタムペン。これはあるんですか？こういう感じで、いろいろこう選んでできるということはあれですよね。それで、グロー、サンキュー、オープン、ツリー、近日公開。近日公開なんてちょっとこういうあれなんだね。これをやめるときは削除だと思いましたね。こうやって、ここに、これが削除出ますね。これをやるとすぐ消える。ここでマジック。これが373枚の頃とやるとかっこいいでしょうね。これが入るだけでも、灯籠っつっても373年前の灯籠がここにあるんだよということがわかる。これでちょっとここが色があんまり鮮やかじゃないね。これ背景つけられるかな。とプラボールドでしょ。じゃん、ピョンマル、ジャンプマルっていう本当かな、これは。これは違うのかな。これを、おてんばこシック。これがおてんばこ。この名前がちょっとキャンバーいいですよね。面白い。さーて、これで出力しましょうかね。出力するのは、共有で、あなただけがアクセスできる。それとも、ダウンロード、キャンバーで印刷する。公開閲覧リ、ダウンロードだよね。MP4 になるんだね。多分ここのアニメーションになるからね。
ただ MP4 じゃなくして JPEG でやるならこの大きさもちゃんとこう出るんだね。でダウンロードこれでいいということで、ちょっとこれがあれだな、もうちょっと この辺にするかな、こうかな、これだといいかな。それで共有でダウンロード、これを JPEG にする、そしてダウンロード、これダウンロードしてますね。それでダウンロードしたものを見てみるとどうなってるかなという感じですよね。はい、ダウンロードが完了しました。で617、これですかね、これ、わあ綺麗、いいじゃないですか、成功ですね。日光東照宮の思い出ということで、これを今度は Facebook の方にアップロードしますね。これは読んでいった方がいいですね。カミオンでオートで、マルチプログラムにしますね。432で、これですね。2で行って、これちょっと上の方がいいですね。こういう写真ができたと。私は Facebook やってますんで、Facebook にアップロードして終わりにさせていただきます。Google Chrome 立ち上げます。そしてこれを、これですね。で、こちらにします。ここ。で、いいで行きますか。で、ここに来て、これですね。日光東照宮の思い出としますからね。こう、これかな。日光の思い出。はい、これで投稿。そうすると、はい、これができました。これをクリックするところですよね。はい、ご清聴誠にありがとうございました。これで今日のライブ配信は終わりとさせていただきます。それではログアウトですけれども、まず最初に Google Chrome Chrome で、これをですね、Facebook ですね。違う。YouTube ですから、チャンネルが違うんですよね。こう来て、これですか。ライブ配信、これですね。で、ライブ配信を終了。で、こちらの方も、で、こちら。